俺やっぱり思ったんだけどね、うん、やっぱりバックスイングが大事じゃない。あ、そう。バックスイングを大事にしてるからフォローが大事にできない、うん、でフォローが大事にできてないからボールを飛ばせなかったり、うん、まっすぐ飛ばせないってことが判明した動画でした、うん、動画でした、うん、終わり。これでこれでおしまい。もうこれしかない。動く動くじゃん。内容言ってくんない。あ、そっか。結論だけ。うんとね、平井博明のワンナップゴルフ。やっぱりボール打つ前の動作がバックスイングなわけじゃない、うん、そこを大事にしてる人がもうあまりにもやっぱ多すぎるわけ、うん、で大事にすることは悪いことじゃない、うん、だけど大事にしすぎて回しすぎだったり、うん、ちゃんとしたバックスイングを取れてないことが原因でナイスショットが打てなくなってるっていうことが言いたい動画なので、例として挙げるとバックスイングはワンナップゴルフではそこまで回さなくていいです、もう上半身なんか45度ぐらいでいいですって言ってるじゃない。そのバックスイングのイメージで挙げるね。これぐらいなのよ。これぐらい結構上がってるように見えるね。見えるね、うん、クラブなしで上がるよ、うん、あ、そんだけ。これぐらい腕つけるよ。結構上がってる。そうでしょ。多分クラブ持たないと、うん、これぐらいなの。これぐらい。腕つけると結構回ってるんだけど。そう。で右膝を動かさないでこういう感じ。左耳の下に左肩がこうくるぐる。それぐらいでもね、全然いい球出るし、飛距離は全然出る。そうだね。そう。何が大事かって、今フォロースルーをめちゃくちゃ頑張ってる。バックスイングの倍以上頑張ってる。じゃないとボールは飛んでかないし、まっすぐ打てない。バックスイングそのちょっとさ、ちょっと回してんじゃん。あ、ちょっと回そうと思っていっぱい回っちゃうから。もう全然回さないぐらいで腕上げたらちょっと回るぐらいなのかな。あ、それはあるかもしれない。それぐらいの方がいいかもしれない。意識的には。あ、でもね、これはもうイメージとしては全然このまんま上げてる、こうやってバックスイングしてるイメージなのね。ちょっとやっぱ回ってた。でも回ってたでしょ。そう、だからそのイメージでいいかもしれない最初。じゃあ腕だけ上げるぐらいの。そうそうそう、腕だけちょっと上げて。全然全然いい。全然いいよね。別に違和感ないでしょ。上げてない感じは全然しない。そうでしょ、うん、上げた感で上げていい。今回した感すごい。すごい、うん、でボールも回した感あるから左に。そうだね。そうでしょ。全然戻ってこないんだ。戻ってこない。その理由言っていい、うん、前も動画で言ったかもしれないけど、今回の動画が初めて見る方もいらっしゃると思うんでやりますね、うんうん、もう度合い完璧なバックスイング、もう取ってる感バッチリ。ってことはインパクトラインがこうアドレスまっすぐ向いてて、ターゲット向いてて、こっからバックスイング取ったら絶対こっちインパクトラインが右にずれるでしょ、うん、このまんま振るからこうやって。あ、そう。でも飛球線は絶対変わらないじゃん、うんうん、変わってないのに振る方法だけ変わってるでしょ、うん、もうあんなのはナイスショットよ今の動きの、えー、うん、あの動きはあの球が出て正解。あれがもうスーパーナイスショット。そう。で、あれに悩んでる人はこうなってます。そう。次に、腰は切らなきゃいける。インパクトラインがもうこっちにずれちゃってる。こっちにずれて、でもボールは変わらないじゃん。当たんないよね。あ。だからとにかく、ここにまっすぐに戻ってきた時に打てなきゃダメよってことなんだよね。そう。だから変な話、じゃあバックスイングいくら回ってもいいや。したら、ここに戻ってこれないのに、そんな回しちゃダメになっちゃうんだよね。そう。だからしっかり回したんだったらしっかり戻さなきゃいけないし、こっち切りたいんだったら、打ってから切りなさいよってことなんだよ。そう。だからこのインパクトラインがなくなっちゃうからみんな。
そう。だからバックスイングってそんなにこう大事じゃなくて、もうある程度上がってればいい。そっからどう飛ばしたいか、どう回転したいか、どうクラブを持っていきたいかっていうところにちゃんと意識を集中させないと、バックスイングだけよし取ったかんだって言って取っちゃうと、もうそこで記録は終わるからね。とにかくバックスイングをすごく力んでる人もいるし、バックスイング力んでフォローまで力みは続かないから、力むのはボール以降だから、だからそこにこう力だったり動きっていうのを集中させてあげないと、もうバックスイングで取った力感だったりもう強さになっちゃうと、もうそこから緩む一方だから、そしたら飛ばないし戻せないし、いいことがあまりないんだよね。どこに上げるかとかあんま気にしなくていい。気にする度合い10だったら2ぐらいでいい。それよりフォロー気にした方がいい。あ、フォローは12 12あ、マックス以上じゃなきゃダメ。でもみんなこう、こう練習場でさ、みんなこうやるじゃん。めっちゃくちゃ多いよ。でもみんなこれだけじゃやってるの。そうなんや、そうそうそう、こうやってこうやってこうやってやる。上げたとこ見てる。そう、こうやってね、ここかな、ここかなっつって。ああ、すげえレベルが高かったらいいけど、あ、入社だとミリ単位 ね、 そうだね、動きを意識してんだったらいいけど、だって今ざっとナイスショット打ってって言ったらそんなこと気にしないからね。でもナイスショット打ってるわけよ。それはフォローを大事にしてるのと、ちゃんとインパクトゼロになってるからなんだけど、だからそこ、逆に言えばそこをしっかりしてたらナイスショット打てるわけよ。ああ、だからこっちは本当に上がるところに上がってればいい。飛球線に対して大きい扇を描けてれば、もう普通にどこに上がりよう、上がろうが、全然いい球打てるんだよね。ただ、フォロースルーが体の回転と同調して、どこにクラブがこうやって通っていって、ちゃんとバランスいいフィニッシュをこうやって取ってられるかっていうのはめちゃくちゃ考えてる。あんまり必要ないと思うけどな。でも、すごいバックスイング気にして、バックスイングを回せば回すほど飛ぶと思ってる人がいる。逆だからね。浅くてもいけないんだけど、深いと飛ばないからね。戻す力が必要になるから、勝手に戻る状態作ってあげなきゃいけないから、動きとしてあんまりこう良くないな。例えばこうやってこうやってこうやって上げてさ、こうやって上げて、でこっから平井の言ってる理論っていうのは、上げて下ろしたらナイスショットは出るわけよ。だけどこうやって上げてこうやって戻したら、こうやって上げてこうやって戻さないとナイスショットは出ない。そうだよね。そうだから難しいでしょ。上げて下ろすっていうことは考えてなくて、どう戻すかだから、こうやってヘッドボールにどう戻すか、そうそう、そこ一個でいいのよ。そこの違い、要はボール打つまでにゼロ工程何工程ですかって、3工程ある、2工程あるでしょって、それが難易度でね。ボール打った後だったら何工程でもやっていいですよ。ボール打つ前にやるんだったら相当時間かかるでしょ。間に合わないよね。だって確認し、意識してるってことだけです。少なからず確認してるでしょ、マックスのスピード乗るわけないじゃん、プロじゃないんだから、だから意識を変えるだけで本当に変わるし、全然その方に合ってる動き合ってない動きっていうのは平気であるんで、そうだからそれを続けてどれぐらい経ちますかってことをもう一回自分に相談してもいいよね。やっぱり半年1年やってるってことは難しいんだよね。本当にバックスイングを一生懸命取るよりも、まあ、ある程度こう助走としてこうやって取っておいてあげて、フィニッシュをしっかりこうやって取ってあげる方がよっぽどいい球出るし、安定感につながるのよ。そこをね、もうちょっと理解していただいた方がいいですよ。どうしてもね、今回の動画でそのバックスイングを大事にしすぎている方がいるんで、フォロースルーの方が大事ですよ、他をもっと大切にしてくださいねっていうことがちょっと言いたくて動画撮ってきました。はい、で気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただけたらと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いいたします。